はい、皆様、こんにちは。三重大学大学院人文社会科学研究科2年の郷原匠です。本日ですね、早速、こちら、尾張藩の忍者ということで、発表を行っていきたいと思います。まずは、発表の目的です。本発表では、尾張藩に仕えた忍びの中でも、特に、この、放課後人に焦点を当てまして、彼らの出自、設置機関、構成員、支配頭、給禄と格式、担った職務といったような制度面、職掌面からの考察を行っていきたいと思っております。そして加えまして、他の忍びとの比較についても行っていきたいと思います。尾張藩には他にも、こちら、踊り下忍びや、和田孫八、そして、菅家といった忍びたちが召し抱えられておりました。また、幕府、福井藩、徳島藩、熊本藩といった、他藩との忍びともですね、比較を行っていくことによって、放課後忍とは一体どのような存在であったのか。尾張藩における、彼らの位置づけをですね、明確にするとともに、近世忍者史における、彼らが一体どのような意味を持つのかについても、見ていきたいなと思っております。まずですね、その発表に入る前に、放課後忍に関する先行研究について少し見てみたいと思います。この放課後忍研究の、パイオニア的、存在と言えるのが、こちら、郷土史家の鬼頭勝之氏でございます。鬼頭氏は、こちらの、放課後忍や、後ほど述べますけれども、その支配頭であった木村奥之助の存在を世に明らかにしたということで、そういう功績を残されております。鬼頭氏は、その古本市で偶然発見をした、この放課後忍文書という資料を用いて、彼らの出自、構成員、そして職務を紹介しております。また、支配頭の木村奥之助や、その放課後忍の構成員であった高山家の出身地も特定をされております。で、この鬼頭氏の研究を引き継ぐ形で、さらにその研究を発展させたのが、この服部勲氏ということになります。服部氏は、滋賀県甲賀市でのフィールドワークであったり、放課後忍に関する古文書の分析を、丹念に行ったことによって、放課後忍すべての出身地を特定させたほか、さらにその放課後忍についての、詳しいことが、明らかにされたということで、鬼頭氏の研究をさらに発展させたと言ってよいと思われます。そして、その後ですね、2017年に、渡辺利信家文書というですね、こちら、放課後忍に関する、数多くの古文書でありますけれども、こちらが、翻刻されて出版されたことによって、彼らに関する研究というものが、もっとですね、大きく進展をしていきます。この文書については、放課後忍の構成員の一つであった渡辺家のご子孫であります渡辺利信氏のご自宅に、保管されてあった大量の古文書群ということで、この渡辺氏がですね、その鬼頭氏、服部氏、この二人の研究を引き継ぐ形で、この渡辺利信家文書の内容もですね、取り入れたさらなる分析を行ったことで、2020年にサンライズ出版から放課忍者の真実という本を出されております。で、その中に尾張藩放課者、木村奥之助と放課後忍、江戸時代に実在した放課忍者というですね、論文が残されておりまして、そこで放課後忍に関するさらなる分析が行われているということです。で、その他の方々といたしましては、著名な歴史学者である磯田道史氏がですね、滋賀県甲賀市で、
支配頭であった木村奥之助のお墓を、まあ、特定されたりだとか、まあ、磯田氏の、まあ、数々の講演会において、まあ、高額5人に関する、まあ、いろいろなお話をされているというわけです。で、そして、伊藤正幸氏をはじめとする高価忍術研究会の方々によって、まあ、尾張藩の関係資料の中に出てくる高価5人の記述ですね。こちらも、再発見されているというわけです。で、以上のですね、先行研究を踏まえまして、まあ、本発表では、まあ、その高価5人というのが一体どのような存在だったのかについて、まあ、詳しくですね、考察をしていきたいと思います。で、まずですね、高価5人の、ご説明に入る前に、高価5人が仕えた尾張藩についての概要を少し見てみたいと思います。まあ、尾張藩と言いますと、まあ、御三家ですね、尾張藩、紀州藩、そして水戸藩、まあ、この御三家の中でも、まあ、トップクラスの、存在とされておりまして、まあ、現在でもですね、金シャチで有名な名古屋城に、まあ、その名残を見ることができます。尾張藩の知行高につきましては、知行高は、まあ、現在で予算のようなものですけれども、まあ、この知行高については61万9500石とですね、当時の江戸時代の藩の中では、まあ、全国4位というですね、非常に高い知行高を有しておりまして、まあ、尾張一国だけではなく、三河、これも愛知県ですね、美濃、これ岐阜県、信濃、長野県、近江、滋賀県、摂津、大阪、まあ、これら の国々の一部だけではなく、基礎の山林も領有していたということで、まあ、ものすごい、知行高を有した大藩であったというわけです。歴代藩主につきましては、尾張徳川氏が代々務めておりました。まあ、初代の義直が、まあ、徳川家康の苦難ということで、まあ、そこからですね、16代の義則に至るまで、まあ、そこで廃藩置県が実施されるんですけれども、まあ、それまで尾張藩は尾張徳川氏が代々藩主を務めていたというわけです。以上が尾張藩の概要です。それでは、高価5人の内容を見ていきたいと思います。まずは、出自ですね。備反正記という資料がございまして、まあ、この中の記述に、延宝7年2月29日、高価者5人を召し抱えらる。前代より奉仕せしか、後年中絶せしを今回再興せられるという、といった記述があるように、高価5人というのは、延宝7年、1679年の2月29日。この当時の藩主は、まあ、二代藩主、まあ、三友でございましたけれども、この三友の治世時に、高価5人というのは、尾張藩に召し抱えられたということが書かれてあります。で、ここで、前代ですね。これが初代藩主の義直の頃でございますけれども、この義直の頃にも、高価忍びが召し抱えられていたということも書かれてあります。これにつきましては、近松重則というですね、江戸時代中期の尾張藩の兵学者が書いた昔話という資料の中に、源慶様、こちらが初代義直のことでありますけれども、この源慶様の御時、高価忍びの者を17人お抱えありしが、とあるように、17人の高価忍びを召し抱えていたということが分かっております。で、ちなみになんですけれども、明瞭後半という資料の中に、初代義直の頃に起きました、ある事件について書かれてあります。まあ、どういった事件かと言いますと、まあ、お隣の三河の国ですね、の岡崎藩の当時の藩主でありました水野氏が、二人の忍びを連れて名古屋城に潜入をしたと。で、その時に、こちら記述に、まあ、細き縄の先へ鉄砲玉をつけたるを取り出し、まあ、ほにゃららららと、あるように、彼らですね、名古屋城のお堀の深さを、まあ、勝手に計測するというですね、そういった事件を起こしております。で、義直はこれに対してですね、家臣を差し向けて、彼らを引っ捕らえようとしたんですけれども、まあ、水野氏側は、
用意周到にその逃げる準備をしていたもんですから、まあ、結局義直は彼らを捕まえることはできなかったといった、まあ、痛恨の、事件が、あったんですけれども、まあ、愛知県の郷土史家である岡本龍衛氏がですね、まあ、この事件について、いろいろと、考察をしておりまして、まあ、初代義直というのは、この事件をきっかけに、尾張藩に忍びを召し抱える必要性を実感したということで、それ以降ですね、尾張藩に忍びを召し抱えられるようになったんだというふうに岡本氏は述べているんですけれども、ただですね、それが実際に本当であったかどうかについては、まあ、それを裏付けるですね、資料が残っていないので、まあ、何とも言えないということです。で、そもそもですね、この明瞭公判という資料自体が、まあ、明治時代に成立したものでございますから、まあ、そもそもこの事件が本当にあったかどうかについても、まあ、よくわからないというのが、まあ、現状であります。まあ、こちらですね、紹介程度に岡崎藩の忍びということで、ご紹介させていただきました。そして、話を元に戻しましてですね、続いては設置期間について見ていきたいと思います。設置始めにつきましては、まあ、先ほども申し上げた通り、延宝7年、1689年の2月29日、まあ、二代光友の治世時であったということです。でその後の、甲賀五人の動向につきましては、まず丸1、甲賀五人が藩に提出した起請の、まあ、誓約書ですね。まあそういったもの、そして丸2の達し書き並びに願い止め、3番の本版お触れ書き写し、これらですね、1から3の資料を見てみますと、まあ、甲賀五人というのは、江戸時代中期、後期、そして幕末期まで存続していたのではないのかな、というふうな推測ができます。まず、丸1の起請文につきましては、まあ、元禄13年から文政12年まで、まあ、江戸時代中期から後期のものが、まあ、合計9点、確認が取れております。そして、丸二の達し書き並びに願い止め。こちらにつきましては、文政3年、文政8年、そして天保13年といった、江戸時代後期のものが3点、確認が取れております。そして3番の本版お触れ書き写し。この資料につきましては、内容がですね、まあ、元治元年、1864年、まあ、幕末ですね。まあ、こちらの時にですね、まあ、当時の甲賀五人の構成員でありました、渡辺捨三郎という人物。で彼が、まあ、尾張藩から届いたお触れを書き写したものとなっておりますので、まあ、以上のですね、この1から3の資料を見てみる限り、まあ、江戸時代中期から幕末期までは、まあ、甲賀五人というのは、まあ、何事もなく存続していたのではないのかな、というような推測が、そして最後、設置終わりにつきましてなんですけれども、こちらですね、この年に解散をしましたなんていう資料が残っているわけではありませんので、まあ、具体的な年代は、まあ、特定できないというわけです。まあ、ただおそらくですね、1871年の廃藩置県が実施された際に、まあ、尾張藩が亡くなると同時に、甲賀五人も一緒に解散したのではないのかな、というような、推測ができます。以上が設置期間の内容になります。でちなみに、この丸一のですね、甲賀五人が藩に提出した起請文につきましては、こちらですね、発見された時にですね、一時期新聞やテレビで取り上げられまして、まあ、忍者界では比較的有名になっている資料でありますけれども、まあ、こちらですね、内容を、原文ですね、こちら、載せたんですけれども、こちらの、まあ、現代語訳といたしましては、まあ、まず丸一ですね、藩主の命令に対しては、仲間と協力して成し遂げ、そして日々の稽古に関しても、まあ、決してサボることなく、まあ、吟味工夫して一生懸命に励むと。で、丸二、本人が何らかの理由で、
尾張藩に出資できないときには、代わりに他の仲間が出資する。そして3番、職務内容については、親や兄弟、そして友人に対しても決して漏らしてはならない。いったですね、以上、こちらの 3つの約束を、藩に対して、約束をいたしまして、でその制約を破った場合には、天照大御神、春日大明神、八幡大菩薩、摩利支天、そして油日大明神、この5つの神様から天罰を被るといった、ね、内容が書かれてあります。まあ、驚しい内容ではありますけれども、まあ、こういった起承文につきましては、全国で一定の型というものが決まってはいるんですけれども、こちらの内容を見てみる限り、まあ、甲賀市の油日神社にあります、まあ、神様である油日大明神であったり、まあ、当時忍びが崇拝していたとされる摩利支天ですね、こういった神々が、まあ、ここに書かれているということは、まあ、一種忍者の起承文として、まあ、たくさんある起承文の中でも独自性が見出せるだろうということです。はい。まあ、以上ですね、起承文の紹介ということで、こちら、発表させていただきました。で、続いては、構成員について少し見てみたいと思います。金城音古録という、まあ、名古屋城の歴史について書かれた一級資料が、あるんですけれども、この金城音古録の記述の中に、忍術師、甲賀の者5人、渡辺、高山、木村、望月といった記述があるように、まあ、この甲賀5人というのは、渡辺家、そしてこの渡辺家の分家である渡辺家、で、高山家、木村家、望月家、この5家で構成されていたんだということが、わかります。で、彼らのこの構成員の全体につきましては、江戸時代後期については、達志書き並びに願い止めといった資料から確認することができます。まあ、例として、文化11年、1814年当時には、望月弥作、渡辺善衛門、木村源之進、渡辺信衛門、高山与左衛門といった、この5人で、甲賀5人が構成されていたということがわかります。で他にも、文政3年、文政8年、天保13年のものですね。まあ、その当時のメンバーの把握は取れております。しかしながら、江戸時代中期の構成員の全体については、まあ、こういったですね、足し書き並びに願い止め、こういった資料が見つかっていないため、現時点では、まあ、把握ができないというわけです。まあ、一人一人ですね、のメンバーについてはちょこちょこわかるところはあるんですけれども、こういった全体の把握が取れていないので、まあ、これについては今後何か資料が見つかればいいなというふうに思っております。で、そしてこの5家の詳細につきましては、詳しくですね、先行研究で明らかにされております。まず、望月家につきましては、まあ、甲賀望月氏の系譜につながっている家と、いうことで、甲賀郡塩野村に居住をし、そして馬術や武道に長けていたというふうに、されております。彼らの、名刺家会の初代は望月神太夫という人物であります。で2番目の渡辺家につきましては、甲賀郡杉谷村出身で鉄砲術を得意としていたそうです。で名刺家会の初代につきましては、渡辺三之助という人物でありますけれども、この渡辺家のですね、家系図を見てみますと、それ以前にも渡辺五右衛門であったり、渡辺平右衛門といった人物が尾張藩に仕えていたということが書かれてありますので、もしかしたら彼らが初代義直の頃に召し抱えられた17人の甲賀忍びの一人なのではないかな、というような推測もできます。そして3番目の渡辺家については、2の渡辺家の分家ということで、
2の渡辺家と同じく放課後、杉谷村出身です。で、彼らは薬草や毒薬の扱いに精通をしていたと言われております。で、この渡辺家の召し抱えの初代は渡辺五右衛門という人物であります。そして4番目の木村家につきましては、まあ、これ後ほど述べますけれども、まあ、支配頭であった木村家の分家であります。で、甲賀堀蘇麻中村出身で、山伏ですね、修験者としても活躍をしていたと、と言われております。召し抱えの初代は木村文四郎という人物であります。そして5番目の高山家、ですね、この高山家につきましては、甲賀堀塩野村出身でありまして、で、彼らも木村家と同じく山伏として活躍をしていたそうです。で、高山家の召し抱えの初代は、高山一右衛門という人物であります。で、以上ですね、この5家の詳細について、発表をいたしました。で、続いては、この甲賀五人を束ねたですね、支配頭である木村家について少し見てみたいと思います。はい。で、これまたですね、微半世紀の記述を見てみますと、昔話に言う、これより先、甲賀の山伏、木村奥之助という者、清純院をもって仕えを請う。この者、名木流軍法、並びに、蓮術田村屋を工夫せり。また、家伝の忍術を申し立てたり。故に、鉄砲打ちとして召し抱えられ。これに頼りて、甲賀の者5人、召し抱えを請う。といった内容が、あることから、まあ、この甲賀の山伏であった、木村奥之助という人物。本名は木村奥之助久安といった人物でありますけれども、この人物によって甲賀五人が結成されたんだということが書かれてあります。で、この木村奥之助という人物、名古屋の修験寺院であった清純院に師事していたということで、この清純院については、現在ですね、名古屋市の大須にその名残を見ることができます。で、この木村奥之助は、楠木流軍法、そして蓮術田村屋、また、この木村家に代々伝わる忍術を、しっかりと習得をしていたということで、まあ、その兵法能力の高さによって、尾張藩に、まあ、これも後ほど述べますけれども、御鉄砲打ちというですね、まあ、鉄砲を扱って鉄砲稽古をする役職に召し抱えられたということです。そして、この木村家については、甲賀郡下磯村出身であることが先行研究で分かっております。で、そして、この初代木村奥之助以降ですね、その子孫は代々名古屋城下に居住をしていたということです。で、この木村家の変遷につきまして、表に、まとめてみたんですけれども、まあ、大体ですね、六高、お給料につきましては、こちら18石3人扶持で、推移をしております。まあ、しかしながら、この木村奥之助の弟であった木村小五右衛門によって、50人組から50人組頭への昇進、そして木村又左衛門という人物が、御鉄砲打ちから大筒役へ、まあ、昇進をしていることによって、まあ、多少のですね、お給料の上昇も見られるということです。で、そして役職につきましては、まあ、忍びの者の頭、まあ、これがいわゆる甲賀五人の、まあ、束ねた、まあ、証というわけです。で、御鉄砲打ちに属した者もございますし、まあ、50人組や御馬回り組といったです。いったですね、こう参勤交代における、まあ、警備役のようなものも務めた、いた木村家のものもございます。で、ここで少し注目したいのが、この初代木村奥之助の弟であった木村小五右衛門という人物で、ありますけれども、この人物ですね、すごく興味深い人物でありまして、近松重則の昔話の記述の中に、木村奥之助が弟、木村小五右衛門は、横須賀へ召されて、浮き靴を乗りて、ご覧に入れる。
った記述があることからですね、なんとこの木村小五右衛門という人物は、尾張横須賀、現在の愛知県知多市でございますけれども、ここで浮き靴、これいわゆる水蜘蛛のことなんですけれども、この浮き靴を使った忍術を披露したということが書かれてあります。まあ、どういった内容かについては、まあ、詳しいことが記述されていないためわからないんですけれども、まあ、この水蜘蛛を使った忍術を披露するっていうのは、なかなか忍びらしい人物で、ユーモアある人だな、ということが、あります。そして、この木村小五右衛門という人物ですね、田付け流鉄砲術という、まあ、鉄砲術にも優れていたことで、50人組という、こう、参勤交代などにおける警備役に召し出されまして、その後は、この50人組のリーダーへ、まあ、昇進もしております。そして、こちらですね。まあ、これも後ほど述べますが、元禄高野騒動という事件が起こった際に、まあ、その時に、まあ、流罪となった僧たちが、いよいよ、まあ、暴動を起こそうとしていた時に、まあ、小五右衛門は、まあ、尾張藩に命じつけられてですね、まあ、高野山に潜入をし、わずか2日間のうちに、その高野家、元禄高野騒動の、まあ、様子であったり、まあ、そしてこの高野山の、まあ、現在の様子についても調べ上げてですね、まあ、藩に情報提供を行ったということで、まあ、いわば隠密業務をですね、やっていたわけでありますから、もう本当になかなかですね、こう忍びらしい人物であるということがここでわかります。で、この元禄高野騒動については、まあ、寛永期から元禄期ですね。まあ、江戸時代前期に、まあ、勃発をいたしました、道場勘定というものをめぐっての対立争いでございます。まあ、この道場勘定というのは、まあ、お寺の正式な継承者となるための儀式と思っていただければ大丈夫です。で、この道場勘定をめぐりまして、学寮型。この学寮型というのは、まあ、高野山の組織であって、で、まあ、主にお経をですね、解釈、そして研究する、まあ、役職に勤めていた僧侶ということです。この学寮型と行人型ですね。こちら行人型というのは、そのお寺の管理であったり、雑用に従事をしていた、お坊さんでありますけれども、この学寮型と行人型が、この道場勘定をめぐって、まあ、何か対立をしていたと。ということでありまして、最終的には学寮型がこの元禄高野騒動で勝利をいたします。で、このことに負けた、600名以上の行人型の僧侶については、大隅の国や薩摩の国、まあ、現在の鹿児島県ですね、まあ、そういったところへ流罪に処せられたということが、分かっております。で、尾張藩の日記資料の中に、大室中記といった資料がございまして、その中にもですね、この元禄高野騒動についての、まあ、記述が、まあ、とても詳しく、書かれています。で、その中で興味深い記述を抜き出してみ、ましたけれども、敗北した行人型の僧侶の中で、まあ、反抗する者も、いたそうで、まあ、そういった人物は、まあ、衣服を剥ぎ取られて牢屋に入れられていたと。まあ、そして、まあ、この行人型の僧侶は、まあ、陳情、まあ、自分の意見を述べようにもですね、各藩から合わせて500人ほどの忍びが派遣されていたため、あんまりですね、もう間違ったこと、自分の言いたいことが言えない状態にあったということが、この大室中記の中に書かれております。この500人の忍びと言いますと、まあ、なかなか多いなという気はするんですけれども、まあそういったことが現実にあったというわけです。まあもしかしたらこの500人の忍びの中にこの木村小五右衛門もですね、その一人として含まれていたのではないのかといった推測ができます。はい、以上が高野元禄高野騒動の内容で。最後ですね、この初代木村奥之助について、もう一つ興味深い事例についてご紹介をしていきます。それもまたですね、
大室中記の記述なんですけれども、元禄15年、1702年の9月2日に起きた出来事でございます。まあ、どういった事件かと言いますと、足立馬衛門という人物、この人物は木村奥之助と同じ御鉄砲打に所属をしていた尾張藩の役人でありますけれども、まあ、この人物が、まあ、当時偽手形といったものを発行したことで罪を問われていたと。で、いろいろとそのことについて聞き出す中で、なんとこの足立馬衛門という人物、当時高価に、まあ、帰っていて留守中だった初代木村奥之助の自宅に侵入をして盗みを働いていたということがここで分かっております。まあ、何を盗んだのか、まあ、どうしてこんなことをしたのかについては、まあ、詳しい記述がないためよくわからないんですけれども、まあ、一般的にですね、まあ、特に文芸作品ですね、小説だとか歌舞伎だとか、そういったものの中で、まあ、やっぱり盗難術、人のものを盗むことに、まあ、忍びは長けていたというふうにされているんですが、現実を見てみると、逆にですね、こういったように、まあ、盗難事件に遭っているということが、ここで確認できてですね、まあ、いかにも、まあ、人間味のある忍びというかですね、まあ、そういったことがここで分かったということは、まあ、非常に面白いなと思っております。はい。まあ、現実世界では、忍者も盗みに遭うんだよという、まあ、ご紹介でありました。で、続いてなんですけれども、旧禄と格式について見ていきたいと思います。これまた、離反世紀の記述ですね。防線部を引っ張ったところ、本都市出入りの書を持って、金若干ずつを保う。毎年正月来たり、S。まあ、ほにゃららとあるようにですね。まあ、先行研究を、まあ、先行研究も踏まえて見てみますと、高賀五人というのは、毎年ですね、高賀から名古屋にはるばるやってきていたんだと。高賀五人は、まあ、名古屋城下に住んでいたわけでもなく、支配頭の木村家は名古屋城下に住んでいたんですけれども、高賀五人というのは、毎年高賀から名古屋にはるばるやってきていた。ということです。で、彼らは名古屋に来た後に、御鉄砲打ちとしての職務に励んだ後に、金が支給されていたということが分かっております。この支給された金の六高につきましては、足し書き並びに願い止めの資料を見てみますと、年々金子一人につき五両ずつ頂戴つかまつり候と、いった記述があるように、一人五両頂戴していたということがわかります。五両と言いますと、まあ、単純計算で、まあ、現在で言えば、まあ、およそ50万円と思っていただければよいと思います。まあ、こういった額をいただいていたということです。これらのことからわかるものは、まず丸一、放課後には半農半部の身分であったということです。まあ、高賀では農民、百姓として、そして名古屋に来た時には武士として、といったですね、いわば二重生活を送っていたということです。そして二番目にわかることは、高賀五人は給金取りでお給料をもらっていたということです。尾張藩においてですね、この給金取りっていう形式は、縁取り。まあ、縁取りというのは、まあ、俵に入った一定の量のお米で給料をいただく、ことなんですけれども、江戸時代の給料のもらい方としては、まあ、縁取りが、一般的で、まあ、お米で給料をもらうということが一般的でありました。まあ、そういった尾張藩では、縁取りと並んで、給金取りという形式は、お目見え以下の役人に多く採用されていたということが分かっております。いわば、放課後人というのは、下級武士に位置づけることができるんだというわけです。以上ですね、反応反応身分であったんだということ、そして給金取りの支給形式であったんだということをご紹介いたしました。で、続いてですね、放課後人が担った職務について見ていきたいと思います。近松重則、昔話の記述を見てみますと、まあ少し長い記述が
ありますけれども、まあ、先ほども申し上げている通り、放課後任は初代木村奥之助の取り次ぎによって御鉄砲寺という鉄砲を扱って鉄砲稽古を行う役職に、命じられて尾張藩に召し抱えられるようになったんだというわけです。大心院、これが三代藩主の綱成、三代藩主の綱成のことでありますけれども、この綱成の治世時には大筒や十文目玉といった種類の鉄砲の稽古を命じられたそうで、構成員5人のうち3人が、まあ、毎年5月か6月になると甲賀からやってまいりまして、矢田瓦というですね、まあ、矢田川の河原ですね、そこで鉄砲稽古を行ったんだということが分かっております。この矢田川につきましてですね、現在このような川になっております。まあ、愛知県に流れる比較的大きな川でございまして、まあ、比較的綺麗な川でございます。で、この矢田川の河原では、まあ、現在ですね、まあ、野球を行う人が、いたり、まあ、バーベキューを行う人がいたりだとかですね、まあ、いろいろとここでレジャー活動をする、まあ、方々が多くいらっしゃるということです。で、昔はですね、江戸期においてはこの矢田川のほとりで鉄砲稽古を行っていたんだということです。はい、以上紹介程度でしたけれども、享保3年1718年以降は、まあ、1人だけ出資すればよいよということになったそうで、まあ、扱う鉄砲についても十文目玉、もうこれを中心に行えばいいということになったそうです。まあ、こういったですね、鉄砲関係の職務に放課後に今ついて、まあ、職に励んでいたというわけです。で、ここで一つですね、注目したい記述がございまして、これがですね、尾張藩の年中行事の中に、矢田瓦鳥獣総放ちといった年中行事があることです。これどういった内容かといいますと、ね、寅年の7月下旬に行われた年中行事でございまして、万治2年、1659年に2代藩主の光友の命によって始まった行事であります。で、資料に御鉄砲役とありますけれども、これはおそらく御鉄砲打ちのことであると思われまして、この御鉄砲打ちが担い手となって、その儀式に、まあ、御城代だとかお目付けといった尾張藩の役人が観覧をしてですね、それを見て、一体誰がうまく鉄砲を、まあ、使えてですね、で誰がダメだったかといった優劣評価を行っていたというわけです。まあ、鉄砲技術のうまさを競う、まあ、そういった行事でありますけれども、まあ、そういったものが尾張藩で行われていたということです。で、大室中期の記述にですね、ちょっと鉄砲関係の記述を抜き出してみたんですけれども、もしかしたらこの総打ちというものがこの年中行事のことなんじゃないのかなっていう推測もできまして、しかしながら開催年がですね、まあ、ね、寅年でない年もあったり、この開催時期も6月や、まあ、7月上旬の時もございまして、まあ、もしかしたら単なる鉄砲稽古の記述かもしれませんけれども、この大室中期の記述を見てみる限り、まあ、この鉄砲、この総打ちの記述を見てみると、この人物がこの鉄砲を使ってこれだけ的に命中したと。で、これだけうまく撃てたんだっていうことが詳しく書かれてある。いうこともあったりですね。まあ、あるので、もしかしたらやっぱりこの総打ちというのが年中行事であった可能性もあります。で、この総打ちのですね、参加者を見てみると、この木村奥之助でといったり、木村平九郎、まあ、そして木村伊右衛門といったですね、放課後任を束ねた、まあ、支配頭の存在が、ここで、見えるというわけです。他のメンバーも、まあ、御鉄砲打ちに所属をしていたというわけです。まあ、この足立吉之右衛門というのは、先ほどの足立番右衛門と何かつながりがあるかもしれません。で、ここで、
不思議なことはですね、ここの参加者の中に甲賀五輪の名前が記されていないんですね。これ単に記されなかっただけなのか、まあ、もしくはここにまあ書いてありますが、渡辺諸次右衛門であったりですとか、まあ、この木村伊右衛門ですね、まあ、そういった人物の名前が見られますので、もしかしたら彼らが甲賀五輪のメンバーであった可能性もなきにしもあらずというわけです。まあしかしながら、ちょっと現時点ではですね、まあ何とも言えないっていう状況でありますので、まあこれについては今後詳しく調べていきたいなというふうに思っております。で、この尾張藩の年中行事が、まあ、行われるようになったのが、まあ、万治2年1659年。そして、甲賀五輪が召し抱えられた年というのが、先ほども申し上げましたが、延宝7年1679年ということで、まあ、同じ二代光友の治世時ということで、そんなに時代の隔たりもないことから、もしかしたら、この光友は甲賀五輪を、この年中行事の補充要員として、召し抱えられるようになったのではないかといった推測もしております。まあ、木村家と同様に御鉄砲寺に所属をさせてですね、まあ、こういった年中行事に、まあ、携わらせるようにしたという、まあ、推測もできるということで、まあ、しかしながら現時点では確証が持てませんので、まあ、詳しく今後調べていきたいなと思っております。そして最後ですね、この甲賀五輪は鉄砲稽古と同じくその果実稽古についても一緒にやらせてほしいといったお願いを尾張藩に提出しております。いつ書かれたものかについてはわからないんですけれども、この西岸立て祭る甲状書きという資料の中で、まあ、この訴えの様子がまじまじと書かれてあります。去年その毎年の鉄砲稽古と同時に、まあ、果実稽古を行いたいといったことを、まあ、尾張藩にお願いをしたんですけれども、ちょっとそれは難しいっていう理由で、許可がされませんでした。しかしながら、ちょっとこのままでは、まあ、代々、まあ、自分たちの家で送電されてきた果実というものが、子孫の代で途絶えてしまう恐れがある。で、甲賀に帰ってから、わざわざそういう果実稽古をやっている暇はないので、もう本当にもう忘れちゃうと、果実が本当にもう受け継いでいけなくなっちゃうということで、もう事態はますます深刻になりつつあるということです。で、この願書がですね、結局受理されたかどうかについてはわからないんですけれども、まあここで、まあ甲賀五輪が、まあ、自分たちの受け継いできた果実を子孫へ受け継いでいきたいと。いった強い思いをここから読み取ることができるということです。まあ、以上紹介程度に、まあ、果実稽古をやらせてくださいといった内容でありました。そして続いて甲賀五輪の職務にということで、なんと彼らですね、一回限りの隠密御用を行っております。達志書き並びに願い止めにその内容が詳しくずらーっと書かれてあるんですけれども。まあ、どういった内容かと言いますと、享保8年ですね、1723年に、大和の国、現在の奈良県でありますけれども、ここの、まあ、郡山藩の藩主であった本田喜十郎という人物の、城が取り潰しとなった、まあ、お家取り潰しとなったというわけです。この背景には、前年に、藩主であった本田唐之助、が夭折、まあ、若くして、亡くなっておりまして、その後を継ぐという形で弟の喜十郎が藩主となったんですけれども、結局その喜十郎もこの年に亡くなってしまった。で、後継ぎが亡くなった本田家は改易、お家取り潰しとなってしまったというわけです。で、ここで怖いのが、この本田家に仕えていた、まあ、郡山、藩士が解雇されて、まあ、所領を失うわけですから、まあ、こんなことあってはならないというふうに、
軍事放棄を行う可能性がありました。で、この、まあ、恐れ、というか、この放棄に対して、まあ、丹波の国、篠山城主であった松平清盛は、軍備、自分たちの領内に、領内のまあ軍備を増強していたというわけです。で、尾張藩もですね、うかうかしてられないということで、まあ、この事件の動向を探るべく、放課後人にですね、隠密業務を命じたそうです。放課後人は、実際に、まあ、大和郡山城下に忍び込み、で、そこで情報をですね、あらゆる情報を収集をして、それを尾張藩に提出したということで、で、彼らはその褒美として銀2枚を頂戴していたといったことが書かれています。まあ、いわば、まあ、隠密業務を、行っていたということで、まあ、放課後人にとって本当に忍者らしいことをやっていたわけではありますけれども、まあ、ここでなぜ放課後人がこの隠密業務に関わったんだっていう疑問も生じてくると思います。これについてはおそらく先ほどの、まあ、先ほどご紹介いたしました元禄高野騒動で目覚ましい活躍を挙げておりました木村小五右衛門の存在が、まあ、もしかしたら背景にあったのではないかなと思われます。放課後人も木村小五右衛門も、まあ、元をたどれば同じ甲賀出身の忍びであったことから、その実力を見込んで、まあ、尾張藩は放課後人に、まあ、隠密業務を命じたのではないのかな、というふうに考えております。まあ、こういった隠密御用も行っていたんだよ、という、まあ、紹介でありました。はい、以上ですね、放課後人について、まあ、制度面、職掌面からの考察を行ってまいりました。次からはですね、その放課後人と、まあ、他の忍びとの比較を行っていきたいと思います。まず、丸一ということで、踊りした忍びという忍びが尾張藩に召し抱えられておりました。この踊りした忍びにつきましては、尾張藩の兵法学者、儒学者であった諏訪水太夫という人物が書きました、踊りした臓器という資料があるんですけれども、まあ、ここにその踊りした忍びのことが詳しく書かれてあったそうなんですけれども、この資料が戦時中に焼けてなくなったということで、まあ、ここで、まあ、拉致が開かないので、まあ、本発表では、その踊りした忍びのについて詳しく研究されました岡本隆英氏の先行研究をもとに、この踊りした忍びに関する発表を行っていきたいと思います。はい。で、この踊りした忍びですね、正式名称は、踊りしたおそば組同心というものでありまして、結成は、宝暦7年、1757年の、まあ、八代藩主の宗勝の頃でございます。この踊りした忍びの著名なメンバーといたしまして、まあ、諏訪水太夫、まあ、兵法学者及び儒学者、先ほどご紹介いたしました、この諏訪水太夫という人物。そして、忍術者の広田益右衛門。水泳及び忍術者の森島左平。柔術家の大海上演といった人物がおります。この広田益右衛門と森島左平につきましては、後ほど詳しく見ていきたいと思います。で、この踊りした忍びに課せられた最大の任務といたしまして、何か非常事態が発生した際に、藩主を忍びかごというですね、まあ、この忍びかごというのは、まあ、大海家、まあ、大海上衛門の、家で保管されてあったものでありますけれども、この忍びかごに乗せて、自分たちが住む踊り下を通って、外へと脱出する、そういった極秘任務が課せられていた、ということが、言われております。踊り下の現在の様子につきましては、まあ、現在ですね、名古屋城から少し歩いたところに、まあ、こういった、看板がですね、踊り下同心屋敷屋と、といった看板が立てられております。まあ、次回ですね、名古屋城に行かれた際には、こちら探していただければなというふうに思うんですけれども、まあ、この踊り下ですね、目の前に愛知学院大学がある以外は、もう本当に何の変哲もない、
住宅街となっておりまして、まあ、そういったところに、まあ、昔は忍びが住んでいたんだよということで、まあ、忍び好きの人にとっては、まあ、とてもロマンのある、出来事で、あるなということが分かっていただけるかなとは思いますけれども、まあ、この踊りした忍びということで、まあ、この脱出任務については非常時のことでありますから、平常時は何をしていたのかと言いますと、平常時は城の門番や城中の警備を務めていたと、されております。で、後ほども述べますけれども、まあ、この門番であったり城中の警備というのは江戸時代における一般的な職務の一つでありました。まあ、そういったことを踊りした忍びは、やっていたというわけです。で、以上が、まあ、踊りした忍びの概要というわけでありますけれども、次にこの広田松右衛門と森島左平について少し、まあ、どんな人物かについてご紹介を、させていただきたいなと思います。で、この広田松右衛門という人物につきまして、元文元年1736年に、まあ、このように生を受けまして、この松右衛門の父親というのは伊賀流忍術の達人であった吉川宗兵衛という人物がおりまして、この人物から忍術を習得をしていたということで、で、この松右衛門については、この父親から忍術を、まあ、身につけていたというわけです。まあ、おそらく伊賀忍術を身につけていたのだろうというふうに思われます。で、この広田という人物、なんと関節外しが得意だったそうで、まあ、関節をポキポキと外してですね、細く狭い隙間を楽々と通過することができたと言われております。で、そして一本の綱さえあれば、どんな高いところにも、まあ、猿のように、まあ、スイスイスイと登って、で、跳躍力、ジャンプ力にも定評があったことから、まあ、木から木へと軽々と、まあ、ぴょんぴょんとうさぎのようにですね、飛び渡ることができたと言われております。まあ、まさに忍者の鑑と言っても過言ではない、人物であります。で、なんとこの広田松右衛門ですね、泳ぎも得意だったそうで、庄内川で潜水実演をしたといったエピソードも残っております。で、この庄内川で、まあ、泳ぐということで、なんとこの広田ですね、水中から竹を出して呼吸をする、いわゆる水遁の術を使いながら、まあ、水の中に潜ったまま泳ぎ続けたそうで、で、長時間泳いだ末、川上の方から姿をにょっと現して見ていた人々を驚かせたといったエピソードが残っております。まあ、しかしながら、この水遁の術というのは、昨今の科学実験によって、まあ、不可能であるということが実証されておりますので、まあ、おそらくこの話は、あんまり信用できない。まあ、ちょっと話を持っているだろうというふうに、思われます。まあ、こういったですね、とんでもないエピソードを残した、人物でありますけれども、まあ、この広田ですね、独身、結婚をしなかったため、結局、後継者なく、絶家となりまして、広田家は、この松右衛門の代で、途絶えたというわけです。まあ、この波乱万丈な、人生を送った広田松右衛門の紹介でありました。で、続いての森島左平なんですけれども、森島左平については少し後ですね、寛政11年、1799年に、生を受けまして、森島家8代目の人物であります。で、この森島の人物の大きな特徴というのは、水泳の達人であったと、されておりまして、独学でその水泳の技術を身につけていたということで、まあ、本当にものすごい人物であるということがわかると思われます。先ほどの広田松右衛門が長い距離を泳ぐことを得意としていたのに対して、この森島というのは深く潜ること、いわゆるダイビング術ですね。そういったものに長けていたそうで、ね、深く潜って魚を取るということを得意としていたそうです。
で、この水泳技術の高さから、なんと文政8年、1824年の9月に、10代成友の命を受けまして、名古屋城が建てられてから、初めてそのお堀に潜ってですね、1ヶ月間、その名古屋城のお堀の様子を調査をし、その詳細、まあ、どういうものがあったのかということを成友に報告したと言われております。で、この調査が終わった後に、森島は踊り者の仲間に対して、まあ、これは極秘任務だから、詳細については語れないけれども、とにかくお堀の中は恐ろしいところだったというふうに述べているんですね。まあ、まるで何かですね、エイリアンでも見たかのような言い分ではありますけれども、現在、こう、名古屋城のお堀といいますと、まあ、このように植物に覆われているため、まあ、あまりですね、当時の様子をイメージすることはできないんですけれども、深さについてはですね、こう、水がない分、こう、十分にその深さを感じることができますので、やっぱりこのお堀の調査というのは、このダイビング術に長けた森島にしかできなかったことだろうということが分かります。まあ、この名古屋城の堀についてもですね、次回、名古屋城に遊びに行かれた際に見ていただければなというふうに思います。はい。で、この森島という人物は、この任務によって体調を崩してしまったそうで、まあ、その後は二度とお堀の調査を行うことはなかったということです。まあ、やはりよほど過酷な任務だったんだろうなと思います。で、森島は弘化4年、1847年に48歳という年でこの世を去っております。まあ、まさに、まあ、水泳に生きた男という印象を受けますけれども、まあ、これが森島さんという人物でした。さて、続いての忍びとして、和田孫八についてご紹介をしたいと思います。近松重則、昔話の記述に、この和田孫八について、まあ、詳しく記述がされているんですけれども、まあ、どういった内容かと言いますと、この和田孫八という人物は、50人組がした。まあ、50人組が、先ほど申し上げている通り、参勤交代などにおける警備役でありますけれども、この50人組の頭、リーダーとして、尾張藩に召し抱えられていたということです。で、この和田孫八にはお兄さんがいまして、お兄さんは上野小左衛門という人物でありました。この人物は甲賀出身の忍びであったそうで、その小左衛門の祖父の代までは甲賀に居住していた、もう本物の純粋な甲賀忍びであるというわけです。ですから、この和田孫八というのも、元をたどれば甲賀忍びであったよということです。で、この和田孫八のエピソードとして、当時の2代藩主の光友が、参勤交代のために、川崎ですね、現在の神奈川県でありますけれども、この川崎に訪れた際に、ちょうどその時に、尾張藩の中で、まあ、何か悪いことをして、閉門を命じられた人物がいたということで、ただ、光友はこの人物について、一体どういったことをしたのか、なんでこんなことをしたのかについて、よくわからなかったので、まあ、ちょうどその和田孫八を呼び出して、今から、そう、名古屋に帰って、このことについて情報を収集してこいと。そして、翌晩までに、川崎に戻って、自分にその情報を伝えよといったことを命じております。まあ、なかなかですね、ブラックなことを命じるなという印象を受けますけれども、なんとこの和田孫八ですね、指示通り、情報を、もうそこから名古屋にすぐ帰って、情報をしっかりと収集をし、翌晩までに川崎に戻って光友に報告したというわけです。ただ、名古屋から川崎までですね、まあ、およそ340キロありまして、まあ、おそらく1日で往復するのは、もうかなり、まあ、現実的には不可能であろうというふうに思われますので、あんまりこう、信用性は高くないというふうに思われます。まあ、この話も、先ほどの広田の話と同様に持っているだろうというふうに思われるんですけれども、
まあ、ただ、この情報をしっかりと伝えた功績によって、孫八は多くの褒美を頂戴したそうで、でこの孫八の息子の代である孫太夫の代から上野に名字を変えたそうです。ですから、この兄の上野小左衛門と同じ名字を、ここでいただいたというわけです。はい。で、ここで、まあ、とにかく注目したいことというのは、この和田孫八という人物が、参勤交代のお供をしていた忍びであったということです。これもまた、江戸時代の忍びの一般的な職務の一つでありまして、この参勤交代のお供を和田孫八が務めていたというわけです。はい、これが和田孫八でありました。そして続いて柘植家といった忍びの存在でありますけれども、これにつきまして、お隣の三重県の津市にありました藤堂藩という藩があったんですけれども、ここに仕えていた伊賀者、いわゆる伊賀忍者でありますけれども、伊賀者であった甲斐の九左衛門という人物が、寛政四年、1792年に、藩に対して、伊賀忍び流儀伝来の由緒といった資料を提出しております。で、ここの、この資料については、他藩に仕えた忍びの一覧が記されているんですね。あ、ちなみにこの藤堂藩の伊賀者につきましては、国際忍者研究センター准教授を務められております高尾良樹先生が、まあ、以前、YouTube 動画で詳しく、解説をされておりますので、そちらについてもご覧いただければなと思います。で、まあ、こういったこう伊賀者の甲斐の九左衛門が、こういった資料を、まあ、藩に提出したということで、まあ、この他藩に仕えた忍び一覧の中で、尾張藩に仕えた忍びとして、柘植次郎兵衛、渡部郷右衛門、木村奥之助、渡部三之助、吉川金四郎、神田一右衛門、木村文四郎、この7名がですね、紹介されております。この木村奥之助というのは、まあ、これは放火五人の支配頭であると見て間違いないだろうと思われます。で、続いての、渡部郷右衛門、渡部三之助、神田一右衛門につきましては、渡辺郷右衛門、渡辺三之助、神山一右衛門、木村文四郎、で、あ、神山一右衛門の間違いであると思われまして、この木村文四郎と合わせて、放火五人の初代構成員であるということがわかります。まあ、時代は離れていますけれども、この人物が、知られていたと、後の世まで知られていたということが、ここでわかります。で、問題になってくるのは、吉川金四郎と柘植次郎兵衛になってくるんですけれども、吉川金四郎につきましては、先ほど、まあ、申し上げた、広田松右衛門の父親に忍術を教えた、吉川宗兵衛の先祖なのではないのかな、という推測が取れます。まあ、直接的なつながりがあるかどうかはわかりません。で、この柘植次郎兵衛につきましては、この柘植という名字が、柘植ですね。この柘植という名字が、伊賀にちなんだ地名でありますので、もしかしたら伊賀忍びなんじゃないの？いった推測ができます。で、この柘植家について、少し調べてみたんですけれども、大室中期の記述ですね、元禄10年、1697年の11月17日条の中に、参勤交代における成瀬早戸守の同心として、柘植十郎右衛門という人物が登場します。そして、大室中期、正徳3年、1713年4月28日と12月21日の記述を見てみますと、柘植源三郎や柘植彦兵衛といった人物が出てくることで、これらの人物は、先ほど申し上げた和田孫八と同様に、50人組、
参勤交代などにおける警備役に所属をしておりまして、いわば参勤交代のお供をしていた忍びであるということが、明らかになってまいりました。で、先ほどのですね、柘植治郎兵衛と直接的な関わりがあるかどうかについては、まあ、よくわからないんですけれども、柘植家というものが江戸時代の忍びの一般的な職務の一つである参勤交代のお供をしていたという様子がここでわかるだろうと思われます。和田孫八も柘植家も参勤交代のお供をしていた忍びなんだということです。はい、以上ですね、まあ、尾張藩の、忍び、他の忍びというわけでした。最後に、幕府や各藩に仕えた忍びについても少し見てみたいと思います。まずは江戸幕府に仕えた伊賀者ですね。この伊賀者の詳細につきましても、先ほどの、国際忍者研究センター准教授を務められております高尾義樹先生が YouTube 動画の中で徳川幕府伊賀者松下菊蔵の生涯ということで詳しく解説をされておりますので、まあ、そちらもご覧いただければなと思います。で、この伊賀者は何を務めたかということなんですけれども、まあ、主に4つの役職を務めておりました。で、まず丸一は大奥お広敷番というところですね。まあ、大奥お広敷向きの番をする役職ということで大奥お広敷番という、役職。で、そして2番目、幕府の領地の中で、まあ、屋敷替えなどが行われることもあったんですけれども、そこで発生をした空き屋敷の番をする空き屋敷番。そして3番目、将軍の、世継ぎであったり、まあ、引退した将軍、大御所の住む西の丸山里の門番をする西の丸山里番。そして江戸の各所で行われている不審の現場監督を行う小不審型伊賀者。この4つの役職を担っていたと、されておりまして、まあ、いわば、まあ、門番や警備役といった役職を中心に担っていたということがわかります。で、続いて福井藩につきましては忍びの者といった忍びたちが召し抱えられておりまして、彼らは参勤交代のお供、武具土蔵の管理、稽古所の門番、義経流軍学の稽古、海岸防御といった役職を担っておりました。まあ、いわばですね、参勤交代や門番をしていたということがわかります。で、次に徳島藩ですね。徳島藩については伊賀役といった忍びたちが召し抱えられておりまして、彼らは徳島城の警備であったり参勤交代のお供、そして百姓一揆が、領内で起こった際には、まあ、その調査を行っているというわけです。まあ、いわば、まあ、お城の警備であったり参勤交代のお供を務めていたというわけです。そして最後、熊本藩につきましてはお忍びの衆といった忍びたちが召し抱えられておりまして、彼らの平常時の職務についてはよく分かっておりません。しかしながら寛永14年1637年に起きた島原の乱において戦闘要員として、まあ、目覚ましい活躍を遂げたものもございまして、いかにも忍びらしい活動をしているということが、ここで、わかります。はい、以上のですね、まあ、この幕府各藩に仕えた忍びたちを見てみますと、やはりほとんどが門番、城の警備、参勤交代のお供を務めていると、いった様子がわかると思います。ですからこういったことから鉄砲稽古ですね、本当にもう鉄砲を扱うだけの役職に特化をしていた放課後人という存在は本当に特殊な存在であったということが分かっていただけるだろうと思います。ですからこの放課後人の存在というのはこれまでのこう近世忍者史の一種の定説をですね、少し揺るがすかのような、そんな破壊力を持った存在なのではないのかなという推測ができます。ということで、まあ、他の忍びとの比較をしてまいりましたけれども、最後ですね、放課後任務のまとめについて、入っていきたいと思います。
放課後任については、延宝7年、1689年に、初代木村奥之助の取り次ぎによって、結成されたと。御鉄砲士という鉄砲を扱い、鉄砲稽古を行う役職に、まあ、尾張藩に召し抱えられて以来、江戸期を通して、毎年、甲賀から名古屋にやってきて、その鉄砲稽古であったり、総打ち、尾張藩の年中行事の職務に励んでいたと、いうことです。そして、享保年間には、大和の国に忍び込むというですね、一回限りの隠密業務も行っていたということです。身分としては、甲賀では百姓、名古屋では武士といった藩の藩部という特殊な身分のもとで、藩から毎年金5両、給金取りの形式で給料が支給されていたんだということです。で、彼らの一番大きな特徴というのが、江戸期における一般的な忍びの職務を一切担っていなかったということです。尾張藩において、門番や城中の警備というのは、先ほどの踊りした忍び、広田正右衛門や森島左平といった人物が務めておりまして、参勤交代のこともというのは、和田孫八、後の上野家や柘家、そういった存在が、務めていたというわけです。したがって、尾張藩において、甲賀五人という存在は、一種の儀礼象徴的存在であるということが、まあ、結論付けることができると思います。甲賀五人というのは、まあ、甲賀出身の忍びというブランドのもとで、御鉄砲打ちとして、しっかりと鉄砲稽古に励んでおりまして、支配頭の木村家とともに、年中行事の継承役も担っていたんだというわけです。ですから、あまり忍びらしいですね、活躍はあまり期待されてなかったと思います。もう本当に、その、甲賀出身の忍びである甲賀五人がいることだけで、まあ、尾張藩にとっては心強い存在だったんだというように、いうような、推測ができるかなと思います。で、やはり、この甲賀五人というのは、幕府や各藩の忍びと比較をしてみても、本当に異質で特殊な存在であるな、ということがわかります。ですから、近世忍者史の定説、まあ、まだ忍者のこう歴史についての研究というのはまだ日が浅いので、定説という定説はないかもしれませんけれども、まあ、後々の本当に定説というものを揺るがしてくるだろうという、そういった存在であると、思っております。はい、以上ですね、甲賀五人について、いろいろと発表をしてまいりました。最後にですね、参考資料と、参考文献を挙げておきますので、ご興味のある方は動画をストップしていただいて、ご覧をいただければなと思います。こちらが参考資料ですね。で、こちらが参考文献であります。はい。それではですね、私からの発表は以上となりますけれども、最後に、2021年度後期に行われます忍者忍術学講座のご紹介をですね、ざっとですけれども、させていただきたいなと思います。まず、来月10月30日は、福井大学学術研究院教育人文社会系部門教授を、務められております、長谷川康子先生によって、甲賀群中層と戦国の傭兵、といった内容でお話をいただきます。甲賀群中層というのは、まあ、甲賀の、民衆、まあ、甲賀忍者の自治組織と言って、いただいて、良いと思います。まあ、これについての詳しいお話が、していただけるとは思います。そして、11月27日ですね、には、生産開発科学研究所所長であります、真岡隆先生、によって、甲賀の亡人と役業、甲賀に役業を育んだ江戸時代の里修験についてという内容でお話をいただきます。まあ、甲賀市というのは現在でも製薬業が有名でありますので、
まあ、その辺のお話も、まあ、お聞かせいただけるだろうと思います。そして12月25日、クリスマスですね。ここでは、中野城、群馬県の中野城町にあります歴史と民族の博物館、ミュゼの館長を務められております山口道義先生によって、吾妻衆、真田忍者、城主をかけた古今無双の勇士たちという、内容でお話をいただきます。まあ、最近話題になっております真田忍者について、詳しいお話をいただけるだろうと思います。そして、年が明けまして1月29日には三重大学大学院工学研究科助教を務められております馬場宗太郎先生によって忍者の使う金属という内容でお話をいただきます。まあ、忍具について理系的なアプローチから検討したものを、まあ、いろいろとお話しいただけるだろうと思います。そして2月26日には甲賀市教育委員会事務局歴史文化財課の伊藤正幸先生によって甲賀忍者の実相、近年の調査成果からといった内容でお話をいただきます。まあ、甲賀忍者に関する最新の研究成果についてお話をいただけるだろうと思います。そして最後、3月26日には徳島城博物館館長であります根津俊夫先生によって徳島藩の伊賀侍、伊賀物をステータスシンボルとした侍たちといった内容で、お話をいただきます。まあ、徳島県でもですね、伊賀忍者が江戸時代に召し抱えられていたということが分かっておりますので、その辺についてのお話を詳しく、お聞かせいただけるだろうと思います。以上ですね、講義の内容も、まあ、とても興味深く盛りだくさんの内容となっておりますので、まあ、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、講座をご覧いただければなと思います。はい、以上ですね、2021年の前期の忍者忍術学講座、これにて終了をさせていただきます。本日は、郷原匠がお送りいたしました。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、椎名吉平です。私のふるさと三重県伊賀市は大阪と名古屋の中間にある自然豊かな城下町です。世界に通用する日本のクールコンテンツ忍者の聖地伊賀ですね。はい、他にも全国に誇る特産品がいっぱいあります。皆さん、魅力あふれる伊賀市にぜひお越しください。